あと2つです。14件目は LINE のスタンプです。この度市長私が公認する LINE スタンプというものが完成しました。制作販売は先ほどもう話に出た道の駅三ツ矢の里安芸高田です。なので売り上げは全額道の駅の収益となり、その分市の財政負担の軽減につながります。ぜひたくさんの方にご利用いただければと思う次第です。次に石丸市長の LINE スタンプについて秘書広報課から説明いたします。はい、道の駅三ツ矢の里安芸高田において、石丸市長の LINE スタンプの販売が始まりました。今月12日から販売を開始され、販売状況は大変好評と伺っております。興味のある方はぜひこの機会にお買い求めいただければと思います。詳しくは、道の駅三ツ矢の里安芸高田のホームページをご確認ください。以上です。次に石丸市長の LINE スタンプについてご質問を受けします。よろしいでしょうか。はい、自通信さん。すいません、ちょっと基本的なことなんです。これデザインされたのってどなたかっていうのと、あとメッセージ、コメント、お顔の横についてるんです。このメッセージっていうのは市長も一緒に考えたコメントなんでしょうか。その点ちょっと教えていただけますか。はい、このメッセージ、コメントというのは私もアドバイスというんでしょうか、こんなのがいいんじゃないですかというのはお伝えをしました。で、イラストレーターは、X 上で活、あれに限らないのか、活動されているテルさんという方だと伺ってます。